私ね、文化祭の時芹沢君に誘われたでしょ。ああ、あの時のこと。あの時から私芹沢君のことが気になっちゃって。え？まだ14日は終わってないもんね。芹沢君、これ受け取ってくれますか？月とか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。駆け抜けてゆく私のメモリア。今日も鏡の前で髪を落としてピンクのリップを吸い待ちとっておきの頃早いもんだな。もう3月か。俺、芹沢勝馬、現在きらめき高校2年生。2年も終わりの時期になると進路のこととか将来のこととかいろいろ考えなきゃいけなくなるけど、それとは関係なく恋愛の問題はつきまとってたりして。どうしてこんな時期に男と女の一大イベントがあったりするんだろう。あれ？お？ああ、ユウは芹沢くんよね。あん、エビスタニくんは一緒じゃないの？エビスタニか？あいつなら購買にジュース買いに行ってるよ。オーケー。Thank you。どうもありがとう。片桐とか言ったかな。確か D 組のやつだよな。エビスタニに何の用だろう。芹沢くん。あ、藤崎。どうしたの？立ってるわよ、髪。え、本当？もうちょっと右。うん、治ったわよ。屋上にでもいたの？あ、まあね。まだまだ寒いんだから風邪ひかないように注意しなきゃね。ああ、ありがとう。しおり、何やってんの？あ、はい、じゃあね。藤崎、やっぱいつ見ても光ってる子だよな。チョコ受け取ったからって特別ベタベタしてくるわけでもないし、何かせがんでくるわけでもないし、なんであんな子が俺なんかに。カツマ！え？あ、ユミちゃん。カツマ、ユミ、カツマのこと好きだけど、しおり先輩か夏江先輩が相手なんだったらユミ諦めるよ。おい、何言い出すんだよユミちゃん。あの二人じゃ私勝ち目ないもんね。ちょっと伊沢、お前ユミを泣かせたな。ちょっと待てよ早乙女。まあ落ち着けって。バーわーいわーい、騙された。ユミちゃん、女の人の後ろ姿を目で追ってるなんて勝馬らしくないぞ。妹思いの早乙女くん、とりあえずその拳を下ろしてくれないかな。サラダオイルは買ったし、卵も買ったと。あとは何かお菓子でも買っていこうかな。そのくらいのバイト料はもらわないとね。あれ、へえ、ホワイトデー用の商品って結構増えたんだ。これかわいい。ショーツまで売ってる。どんな顔して買うの。
ああ、点数はいつも通りだったけどよ。俺はやっぱり就職コースにしようかな。あんまりおじさん夫婦に負担かけたくないしな。それより話変わるけどさ、お前片桐となんかあんのか？昼にお前を探してたんだよ。ああ、今まで関わりのないやつだったからさ。なんだよ、言えよ水臭いな。じゃあお前にだから話すけどさ、もらったんだよチョコレート、バレンタインに。いや、夏江ちゃんからのを入れて2つだよ。そうなんだよ、2つなんだよ。なんかやっぱ周りからは11夜と付き合ってるって思われてるみたいでさ、今年は最悪だよ。え？ああ、結局11夜からはなしだった。お前がいつそれを聞いてくるかと思ってたよ。そうだったんだ。相変わらずお前に話しかけてきてるじゃん、11夜。だからてっきりもらったんだと思い込んでたよ。そっか。ああ、お前はお前で自由にやればいいんじゃないの、この際。え、俺？お返し？いや、俺はしないつもりだよ。そうかな。でも誰が好きって決めてるわけじゃないんだしな。ん？ああ、いや、くれたのは夏江と由美ちゃんだよ。あとそれに虹野がくれた。え、そうなの？虹野ってサッカー部のアイドルなんだ。でもお返しはしないよ、誰にも。俺がそういうやつだって多分みんなも分かってんだろ。まあな、お前らしいや。おっと、いや、キャッチ入ったみたいだ。あ、そっか。じゃあな。はい、もしもし。ハロー、エビスタニくん。あたし、片桐よ。ああ、なんだ。ねえ、今何してたの？ん？いや、芹沢と電話してたとこ。あ、じゃあ芹沢くん待たしてるの？いや、切ったから大丈夫だぜ。あ、し、バイザウェイ、今度の日曜日って空いてる？日曜？19日か。特に予定はないぜ。わー、ラッキー。じゃあ美術館行かない？私の大好きなガーギンの展覧会やってるの。ふーん、いいよ。I'm so happy! うびファンファンファン！今から楽しみ！ガーギーとか好きなんだ。I love it! 明日さ、学校に彼の画集持ってきてあげる。あ。じゃあ明日学校でね。See you tomorrow! Good night! おはようございます。3月14日火曜日のラッキーモーニング、司会の清水恵子です。福沢勝です。福沢さん、チョコレートのお返しもうしましたか？まだ一つも。あら、一つも。勝間、落ちてる、入るわよ。そうですよ、私いたじゃないですか。だ、なんなのこの寒さ、また灯油ないの？ほらもう起きなさいよ勝間、テレビつけっぱなしじゃない、二度寝してんの？さあ気を取り直していきましょう。先行っていいよ。道頓堀大学人類学助教授の、この分じゃやっぱり今年もお返しなしね。映画評論家のだと思った。あれ、ベビスタンのやつどこ行ったんだ？やあ、芹沢くん。伊集院。お互いホワイトデーは大変だね。なんでだよ。僕も朝から家のものを使ってお返しをしているが、とても今日中に配りきれそうにないよ。はいはい、幸いですか。まさか君はお返しをしないわけじゃないだろうね。しないぜ。いや、僕としたことが。なんだよ。君がチョコレートをもらえたかどうかを考えればすぐに分かったものを。いや、失礼した。くー、伊集院の野郎、言いたい放題言いやがって。はい、これ、 Very exciting なガーギーの合衆。じゃあ俺も。What is this? これって、もしかして今日ホワイトデーだろ？
バレンタインのお返しだよ。あー、ガーシュ、I can believe it! Thank you, thank you, thank you! What can I do? どうしよう。なんか嬉しくて死んじゃう。そんなに喜んでもらえて俺も嬉しいぜ。あ、エビスタニ君。じゃ、トイさんを11夜。ん ?11 夜は今日確か学校来てたよな。早退か。どうしたのかしら、めぐみ。何も言ってなかったけど。それじゃあ代わりに、芹沢。おーっと、ゴングに救われたな。よし、じゃあこれまで。起立。本当どうしちゃったんだろう、めぐみ。保健室にはいなかったし、部室にもいなかったらうちに電話してみよう。めぐみ、何してるの、こんなとこで。心配したじゃない。めぐみ、夏江ちゃん、エビスタニ君、片桐さんにお返しあげてたよ。きっとバレンタインの時チョコレートもらったんだね。私どうしたんだろう。あれ、めぐみ、なんでだろう。夏江ちゃん、涙が止まんないよ。なんでだろう。
どうしたの、しおり。いい動きしてなかったよ。そう？今日は疲れちゃった。ねえ、夏江ちゃん。ん？夏江ちゃんって、芹沢くんに毎年チョコあげてるでしょ？あげてるけど、ギリよ、ギリ。そうなの？それで芹沢くんの方は？お返しとかくれるの？そんなのくれるわけないじゃない、あいつが。そういうやつだからね。一度も？一度も何も。一生かかったってあいつ。私にはお返しなんてくれないんじゃないかな。ねえ、夏江ちゃんたちってさ。え？うん、なんでもない。ねえねえ、そういえば今日すごいことあったのよ。あ、ダメ。え？なになに？部活が始まる前にサッカー部の田中くんが来てね。それで？そう、誰なんだよ藤崎の好きなやつって。知ってるか芹沢。いや。そっか。ああ、大観衆の前で放った俺のロングシュート、ものの見事にゴールそれちまったよな。終わっちゃうぞ。やっぱり今年もくれないつもりかよ。よし。ちくしょう、藤崎好きだ。おい、電話だから少し静かにしろよ。勝手にやってきて騒ぐなよ。はい、もしもし。もしもし、勝馬。なんだ、夏江か。なんか用か？そこ、誰かいるの？ああ、サッカー部の田中が来てるんだ。ん？誰からだ、芹沢！おい、ちょっと静かにしてろよ。手短に頼むぜ、夏江。え？うん、あのさ、なんだよ。エビスタニ君って片桐さんと付き合ってるのかな。なんだよいきなり。お前に何か関係があるのか。それはそうだけど、ちょっとめぐみがどうやらエビスタニ君のこと好きみたいだから。やめろよそんな話。俺に話してどうすんだよ。どうしろってんだよ。ね、そういうのは人がとやかく言うことじゃないだろ。お前また文化祭の時みたいに。いや、もういいよ。うまくいこうがダメだろうが自分でやるしかないだろ。傷つくのが嫌なら何もしなければいいさ。なんでこんな話になったんだよ。もう切るぞ。な、あ、勝馬。そう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 、あのシリーズって面白いわよね。あ、ユガイス、こっちのサンドウィッチにも手を伸ばしてね。ほら、芹沢くんもどうぞ。ああ、じゃあ遠慮なく。あら、芹沢くん、お首に何つけてるの？お首？ああ、これ大したもんじゃないよ。ほら、こんなの。わあ、クリスタルね。It's so cool! かっこいい。彼女からのプレゼント？いや、そんな嬉しいもんじゃなくて、両親の形見。Oh, I'm sorry. そうなんだ。あ、そういえば芹沢くん、一人暮らしって言ってたもんね。ごめんなさい。だけど、クリスタルを身につけてたら、必ず幸せをつかめるよ。へぇ、そうなのか。Yeah, that's true. 水晶にはそういったパワーがあるの。クリスタルパワー。そのレザーの紐が切れた時、ひょっとしたら願いが叶うかもしれないと思う。はぁ、信じたいね。 Oh, you can believe me, please. OK? めぐみちゃん。
ちゃん。何してるの？こんなところで。やだ。私別に何も。エビスタニ君のことが好きなのね、めぐみちゃん。しおりちゃん、そんな、わかんない。前に芹沢君のことで失敗しちゃったから、私自分でよく考えて、本当に好きなのか、よく考えてってやってるんだけど。でもそしたら、エビスタニ君、片桐さんと仲良くなっちゃって。めぐみちゃん、頑張ろうよ。諦めるかどうするか決めるのは、めぐみちゃん自身だよ。しおりちゃん。とにかく、こんなところから見てるのはやめよう。こんなのって、悲しすぎるよ。さ、行こう。うん。Oh my god! じゃあ、芹沢くんっていつもホワイトデーのお返ししないの？ああ。Unbelievable! はっきり言ってちょっとひどいよ、それ。そうかな？芹沢くんの考えは分かったけど、それをちゃんと相手に説明した方がいいと思う。そう？うん、そうよ。そうだな。俺もそう思うぜ、カツ。But don't worry. まだ昨日のことなんだから間に合う。そういうことで悩んじゃう子もいるから、ちゃんとしといた方が that's better よ。電話なんかじゃなくて、ちゃんと直接会って説明してね。それが sincere、誠意ってもんじゃないかしら。そうか。わかった。前に早乙女から電話番号聞いといて助かったぜ。はい、藤崎です。もしもし。芹沢だけど。ああ。どうしたの？ううん、なんでもないの。ところで、今日は何のご用？急で悪いんだけどさ、これから出られないかな。ごめんなさい。ちょっと今夜は出かけられないわ。せっかくのお誘いなのに。そっか。ちょっと電話じゃなんだから。じゃあ、明日学校で話そう。朝、早めに来れる？うん、いいわよ。じゃあ、授業前に裏庭で。うん、わかったわ。忘れないで来てよ。忘れるわけないよ。それじゃあ。朝がだんだん楽になってきたわね。勝間、起きてる？入るわよ。あら？何この髪、先に行く？うそ！あれ？芹沢と藤崎？何やってんだ？俺、正直まだよく分かんなくてさ、分かんないのにホワイトデーってのはなんか良くないと思ったから、それでお返ししなかったんだ。ごめんな。ありがとう、芹沢くん。ちゃんと説明してくれて。どうしてくれないんだろうってちょっと考えちゃってたから。私のこと嫌いってわけじゃないんだね。藤崎を嫌いなやつがいるかよ。ううん、そんなことないよ。でもありがとう。よーし、頑張って芹沢くんに好きになってもらうぞ。ちくしょう、藤崎が好きなのは芹沢だったのかよ。
54年1月、ベルリンで久しぶりに米英仏ソの4国外相会議が開かれ、その申し合わせにより4月にジュネーブで朝鮮統一とインドシナ休戦問題を討議する国際会議が開かれた。何回し読みしてるんだお前ら。先生にも教えてくれよ。ああ、しおりちゃん。なかなかやるもんだな、芹沢。藤崎はお前のことが好きらしいぞ。誰が言いふらしたんだ。だが芹沢、浮気は感心しないな。そうそう、誰かさんがかわいそう。噂をばらまいた張本人はすぐに分かった。芹沢、おめえひでえ野郎だよな。田中のおかげでその日のうちに学校中に広まってしまった。そこパシパシ、夏江ちゃん。どうしたの夏江。ごめん、私今日は帰る。夏江ちゃん。ねえちょっと夏江ちゃん。ああ無理ないか、ショックだったんだろうからね。いやめぐみちゃん、なんかバラバラだよ。やだよこんなの。正直びっくりしたよ勝。でも水くせえな。
俺にも黙ってたなんてよ。お前はよ、このまま片桐と付き合ってくのか。ああ、そうか、いつの間にか寝ちゃったんだな。あ、今何時だ。ああ、やばい、遅刻だ。お、なんだ。休み時間、屋上に来て、夏へ。もしかしたら起きらんなくて遅刻しちゃうんじゃないかと思ってたけど、勝間、私、しばらく行かない方がいい？え？どっちだっていいよ。お前の好きにすればいい。そう。うん、わかった。そんだけ。はーい、エビスタニ君。お、おう、片桐か。How are you doing? 明日楽しみね。待ち合わせとかどうしよっか。ああ、そうだったな。お、なんだ、お前ら明日デートか。ピーポー、 That's right、 そうなの。いいでしょ、 So romantic。 ああ、好きにやってくれよ。I can't wait。 お昼時が空いてると思うから12時に美術館前で待ち合わせしない？いいぜ、それで。 OK、 わかったわ。 Don't be late。明日はお寝坊しないでよ、じゅんちゃん。ああ、目が乾いちゃって痛い。目薬さそっと。うん、すっきり。ほら、めぐみもつけな。夏江ちゃん、ほら。ありがとう。ねえめぐみ、明日どっか遊びに行こっか。え？二人してパーッと騒ごう。ね、そうしよう。夏江ちゃん、うん、おお、マドンナの登場だぞ。すみません、芹沢くん呼んでもらえますか。ああ、芹沢ならさっき応援団の奴らに呼び出されてたぜ。早乙女くん、それでどこ行ったの。さあ、そこまではちょっと。あ、おい、モテると思ってんじゃねえぞこれ。今日はこのぐらいにしといてやる。おい、行くか。ジュース。行って。お、はい、口のとこ切れてるわよ。虹の、ありがとう。うちの学校にもあんなのいるんだね、しょうもない。でもよく我慢してたわね、芹沢くん。君って根性あるわ。ビビって手が出なかっただけさ。じゃ、そうしといてあげる。虹野はどうしてここに。たまたま君が連れてかれるところを見かけたから心配になって。聞いてるわよ、噂。ああ。相手がきらめき高校のマドンナだけに君への嫌がらせも多いだろうけど、藤崎さんも大変だと思うよ。そうだな。あ、痛っ。大丈夫？歩ける？あ、大丈夫。優しいな、虹の。女の子はね、みんな優しいんだよ。芹沢くん、あとは藤崎さんにバトンタッチね。おい、虹の。芹沢くん、芹沢くん、大丈夫？芹沢くん、怪我してる。ああ、こんなの大したことないよ。ごめんね、芹沢くん。ごめんね。私のせいだね。何言ってんだよ、藤崎。転んだだけだよ。ごめんね。ごめんね。怖かった。スリル満点。私全然へちゃらだったよ。夏江ちゃん、あんなんで怖いの。言うじゃない、めぐみ。ねえ彼女たち、今日は女の子だけで来てるの。
よかったら俺たちと回らない？くるくるくるって面白いなあ。まったねち、なんだよねえグミ、私たち結構モテるじゃないねえ、夏江ちゃん、今度はあれにしようよ、あれ。オッケー、いいわよ。さて、そろそろ美術館に出かけるか。ジュン、電話よ。あー、もしもし。なんだ、夏江ちゃんか。何？え、11夜か。めぐみが転落して病院に担ぎ込まれたの。お願い、エビスタニ君。11夜。エビスタニ君、こっちよ。めぐみ。エビスタニ君。大丈夫か、11夜。お化け屋敷でね、驚いた拍子に階段から落ちちゃったの。左手の骨にひびが入っただけだって。そうか。ありがとう、来てくれたんだね。よかったわね、めぐみ。ただいま。じゅん、帰ったの？片桐ってお嬢さんから何度も電話があったわよ。ああ。あっちゃ、怒ってんだろうな。はい、もしもし。あ、片桐、俺エビスタニーだけどさ。嫌い嫌い嫌い、約束すっぽかすなんて最低。 You nasty バカエビシュー、 I don't want to talk to you。 もしもし。もしもし、勝馬。ああ、夏江か。なんだよ。お願い勝馬、今から皇帝の木下に来てくれないかな。なんだよ急に。私待ってるから。想像しいわね、夏江。夏江、ちょっとこんな時間にどこ行くの。夏江、まったく何だってんだ夏江のやつ。木下って言ったよな。おい夏江、いるのか。なんだよ、人を呼びつけといて。勝馬。ああ、びっくりした。おい夏江。ダメ、こっち向かないで。え、おいおい、なんだよ。お願い向かないで。私きっと勝馬の顔見たら言えなくなっちゃうから。本当は来年の卒業式の日じゃないと効力がないかもしれないけど、でも来年までなんて待てない。私もこんなやきもきして過ごすの嫌だから、不安な思いして過ごすの嫌だから、私やっぱり勝馬のこと。切れちゃった紐が。そんな悲しそうな顔すんなよ夏江。だって大切な、とっても大切なペンダントなのに。この間聞いたんだけどさ、この紐が切れた時に願い事が叶うって話だぜ。そして勝馬、起きてる？入るわよ。ああ、もうやっぱり寝てる。
今年からはちゃんと時間通りに起きるって約束したでしょ。もう夜のうちに支度もしておくって約束はどこ行っちゃったのよ。木曜日の電柱は気にっぽい。私との約束は燃えないゴミだっての。ったくもう早く支度してよ。支度遅刻しちゃう。いいよ先行って。そうしたらあんた休むでしょ。ほら早く。あんたと怒られるの嫌だからね。もう3年になったんだからちゃんとしてよ。ときめきメモリアルボリューム3ハートのポジション。脚本井出康則。出演マリカワナツエ、久川綾、恵比寿さんち、尾形めぐみ、11夜めぐみ、高田マリコ、藤崎しおり、金月まみ、早乙女よしお、上田裕二、早乙女由美、ヘンチクリーンの吉木クリーン、虹のさき、菅原幸子、I love you! 片桐彩子、川口まさよ。やあ、伊集院レイだ。角田なるみ。田中龍太、リッキー。学校の先生、たて、あ、関西さん、さすがの高志。そして、芹沢勝馬、あなたの菊池まさみ。以上でお送りいたしました。
おしゃべりピアス片桐彩子編。彩子が好きに連れてった。わお、 It's so beautiful。 なんて素敵な景色。やっぱり来てよかった。それじゃ早速プレイだよ。あれ、なんか顔こわばってない？ Oh, no problem。 心配ないわ、ちゃんと私が教えてあげるから。ただ私の教え方は優しくはないわよ。頑張ってついてきてね。さあ滑りましょう。なんとかなるって。さっき行くわよ。しぶといわね。言っとくけど、私の起こし方は優しくないわよ。よし、起きろ、起きなさい。うん、これだけやっても起きないんだからもう。うん、アンビリーマボー、もう知らない。お留守番あやこ。 Sorry、 ごめんなさい。今この家の人は留守にしているの。何かありましたら私が伝えておきますので、発信音の後にご用と名前を教えてね。それでは You can start。 もしもし、せっかく電話してくれたんだけど、家の人は今留守にしているの。 Sorry、 ごめんなさい。ご用のある方は発信音の後にメッセージを Tell me please。 Hello?This is Ayako Katagiri speaking. You can use this anytime, anywhere. Open Sesame! Hirake Koma! Good morning! Ohayo! Kyou mo ichinichi ganbatte! Good night! Oyasumi nasai! Mata ashita aimashou! Ah! Oh God!そういう操作はできないの。Sorry、 ごめんなさい。 OK、 次に行くわね。 Are you ready? じゃあ始めるね。 Are you sure?
本当にいいの？はい、終わったよ。Take it easy。気楽に行こうよ。なんとかなるわ。教えてあげてもいいけど、私の教え方は優しくないわよ。はい、どう？調子は。Perfect！ 完璧だったわ。Welcome！ ようこそ。That's great！ すっごいじゃない。Oh, really？ 本当に？ I'm sorry. ごめんね。Oh, I see. わかったわ。You should go to bed. もう寝なさい。Goodbye. さよなら。Thank you.
恋する。